これもね、貴重なものになると思うんですけども、ちょっとね、もう箱はかなりボロボロになってしまって申し訳ないんですけど、ブルーバードの、トミカルビレットヴィンテージの、ものになります。で、それで中身の、車種が、こちらになりますね。で、これはブルーバードのおそらく1600デラックスだと思うんですけども、3代目ブルーバードの5尺10型は1967年昭和42年8月に発売されるや否やシャープのスターリングや SOHC エンジン4人独立交換など高度なメカニズムがもたらす高い機構性能と自浄性が大好評となりグローバル販売総勢台数150万台以上を記録する大ヒットとなりました。で今もなお多くのファンから510ないしは510の型式名で親しまれていると。で1970年昭和45年の 1600SSS により第18回東アフリカサファイダリー総合優勝などではモータースポーツの世界でも高い評価を獲得したと。でこのクラスの性能標準を乗り換えたとさえされましたと。でこの車は92馬力の L16 型ツインキャブ仕様エンジンを搭載した1600デラックスということでね、まあ、このフォードはの、ブルーバードが、まあ、出てきたわけなんですが、まあ、なかなかブルーバードっていうとね、まあ、この形がある意味イメージされるかなと思います。で今もブルーバードという車もなくなって確かブルーバードシルフィーになったんかな、ありましたけども、まあ、昔のこのブルーバードっていうと昔はこうちっちゃかったんですね。今の車と比べてすごい小さくて下手したらちょっと軽自動車ぐらいの大きさといっても過言ではないぐらいのちっちゃかさだったんですよ。で、それがどんどんねこうでかくなっていったんですが、まあ、この時代は本当にブルーバードって言っても中は白いんだけど全体的に見るとまだちっちゃかい車でね、排気量が、まあ、1500cc ぐらいまであるんだけど1300から始まるぐらいですから非常にちっちゃかい感じ、1200から 1500cc ぐらいまでかある非常にちっちゃかい、サイズだったんですね。で、これは非常にブルーバードとしてはなかなかスタイルが良くて、これは実物をね、おりさんがバーンって乗って運転してるのを見たことあるんですが、まあ、ほんとこれ小さいですよ。小さくて、実車が知ってるのちっちゃいの見てびっくりしたんですが、ほんと小さくて、で、当時それとも車内が横幅が広かったんでね、当時としては。で、それで非常に良かったなっていうのを思ってね。でもこういう車が現代の世の中にこれが走ってんだから、生き延びてんのがいいんだから、まあ、びっくりするんだけどね、なかなかいいなっていう感じですよね。まあ確かに今現代から見ると当時はすごく新鮮なデザインだったんだけど、今現代から見るとちょっと古臭さが、若干残ってるなっていう感じがどうしてもやっぱりそれはしてしまうんですが、ただなかなか、デザインとしても、非常に、優れているなというふうな、ところがあって、それがこの車の、まあ、良さであるなというふうには、感じて、まあ、思うなというふうに、思います。でも本当この車もねいい車ですよ。なかなかのそのなんていうんですかね、こういったスポーティーさが出てるっていうのがいいなって感じで、でこう内装なんかも非常にこうよくできていますしね、このホイールの部分まで当時のブルーバードのね、いかにもこう走り仕様にしてるような感じのホイールが気に入っていて非常にいい車でございました。というわけでどうもありがとうございました。